解説だ。動画だ。いや、ガンプラの大魔だ。ご覧の動画は解説動画です。皆さんこんにちは。ゆっくり解説の霊夢です。解説のマリサだぜ。今回はニタケンが開発した非ニュータイプ用モビルスーツの解説になります。ついにニュータイプじゃなくてもオールレンジ攻撃が可能となったんだぜ。その時点で恐ろしく強力なモビルスーツってわかるわ。まさにオールドタイプが抗うための機体だとも言えるからな。今回はそのあたりを詳しく解説していくぜ。それでは解説を始めます。ゆっくり見ていってね。今回解説するモビルスーツは、ORX013、ガンダムマーク5、になります。マーク5はオーガスタ研究所で開発された超高性能試作モビルスーツになるぜ。マーク5ってことはマーク2と何かしら関係があるの？もちろんだぜ。では、まずそのあたりから詳しく解説していくぜ。アナハイム、エレクトロニクス社はティターンズから強奪したマーク2から、革新的なムーバブルフレームの技術を得たが、その一方でマーク2のムーバブルフレームの欠点も見つけたんだぜ。確か強度不足って以前解説で言っていたわよね。そうだぜ。構造上の複雑さと機体強度の低さがあったんだぜ。そしてその欠点を回収するんだぜ。まず、ムーバブルフレームの単純化による機体構造の強化、関節部の回収による人体に近い運動性の実現、そしてそのフレームに新型ジェネレーターと武装を施したのが、MSF-007、ガンダムマーク3、になるんだぜ。アナハイム、エレクトロニクス社が作り出したマーク2の後継機なのね。後継機というかアナハイム、エレクトロニクス社版マーク2と言えるかな。マーク3は4機のバーニアスタビライザーを備えるバックパック。脚部新型スラスター、さらに各部補助バーニアと、回収したムーバブルフレームのおかげで、従来のモビルスーツを凌駕する機動性と運動性を獲得したんだぜ。まさに本当の意味での人型になったということなのね。そうだぜ。強化プランなどのバリエーションもあるからな。あれ、でもマーク5はオーガスタ研究所製よね。マーク3がアナハイム、エレクトロニクス社製ならおかしいと思うんだけど。ここからがアナハイム、エレクトロニクス社らしいと言えばらしいんだが、ティターンズは地球で活動するカラバに手を焼いていたんだぜ。そしてカラバに対抗するためにアナハイム、エレクトロニクス社との裏取引により、このマーク3のデータを入手するんだぜ。あれ、これってさ、マーク2を回収したデータを渡したということよね。まあ、そうなるな。バレてるやん、バッチリ黒幕バレてるやん。だから新型のデータをよこせってなったんだろうな。そしてさらにマーク3を開発した藤田博士の藤田技研から、スタッフが関与して開発されたのがこの、ORX012、ガンダムマーク4、になるぜ。マーク4最大の特徴なのは優先式遠隔誘導端末。通称、インコム、を装備しているぜ。インコム、ファンネルとは違うのかな？全く違うぜ。インコムは純サイコミュ制御による誘導攻撃兵器で、最大の特徴なのはニュータイプじゃなくてもオールレンジ攻撃が、可能な兵器って点だぜ。ついに一般パイロットでもオールレンジ攻撃が、ただやはりファンネル兵器などに比べると、コンピューターでアシストをしてもインコムの制御は、二次元的な攻撃が限界だったんだぜ。さらにファンネルのように大量に制御するのは難しく、多くても2機程度運用するのが基本だぜ。あや？でも一般パイロットではそれが限界なのかな？そうだな。ただ威力も高く、さらに相手の死角からの攻撃が、可能であったためかなり有効な兵器と言えるぜ。結果的に数年後にもインコム兵器は存在しているからな。そりゃあそうよね。オールレンジ攻撃が可能になった時点で、インコムの有用性はかなり高いと思うわ。そしてマーク4のデータを元に開発したのがこの、ガンダムマーク5、になるんだぜ。そういった経緯があったのね。
では、マーク5について詳しく解説していくぜ。マーク5は非ニュータイプで使用可能なインコム兵器を搭載した。高性能試作モビルスーツになるんだぜ。見た目的にかなり大型でごついわよね。そうだな。ガンダムという名称がついてはいるが機体の構造やフォルムは、独特だからな。ただガンダムという名称にした理由としては、新システムの健全に使うという意味なんだろうな。最新ガンダムに最新兵器が、というのはいい宣伝よね。そうだな。マーク5はもともとはキターンズの要求により、開発をスタートしたがロールアウト前にエウーゴが地球連邦軍を、掌握したため、連邦軍によって開発が続行されたんだぜ。そして全3機がロールアウトし、1機がニューディサイズによって実戦投入されたんだぜ。なるほどね。そういった開発経緯だったのね。インコムが強いのは分かったんだけど、マーク5自体はどうだったのかな？もちろん恐ろしく強力なモビルスーツだぜ。まずマーク5は小型版サイコガンダムと言われているくらい、強力なモビルスーツになっているぜ。まずその大出力ジェネレーターから繰り出す武装は強力で、ビームサーベル兼ビームカノンを装備、インコム2機そしてビームライフルも装備しているぜ。そしてもちろんシールドも装備しているが、このシールドは大型スラスターが内蔵されており、加速時にはブースターとして使用可能だぜ。まさに大火力、高機動ってことなのね。これ本当に一般パイロット向けなの。絶対 G に耐えれないと思うんだけど。そうだな。パイロットはマーク5でミサイルの弾幕を回避したが、結果奥歯が G で砕けてしまっているぜ。ひえー。ただそれだけ強力なモビルスーツなのがこのマーク5なんだぜ。なんというかオールドタイプの意地を見せるぜ。ってモビルスーツよね。ここまで強力なら普通は強化人間が登場すると思うしね。本当にそうだよな。まさに、抗う、というのが当てはまるモビルスーツだと思うぜ。結果的にニューディサイズで運用されたマーク5は、アルファ任務部隊のモビルスーツを次々と撃墜しているからな。ネロはもちろんファッツまで撃墜しているしな。すごいというかこれパイロットがニュータイプなんじゃ。一応違うらしいが。ただ、度重なる戦闘でマーク5自体が不調になっていき、インコムの代替武装として肩部にマイクロミサイルランチャーを装備して、出撃までしているからな。そして最後は月面上で強化されたスペリオルガンダムと戦い、スペリオルガンダムを圧倒するんだぜ。すごすぎー。じゃスペリオルガンダムは負けたのかな？いや最終的に突如覚醒したアリスによって、ビームサーベルで溶断され撃墜されているぜ。これさ、なんというか人間 VS 機械って見えるわよね。結果的にスペリオルガンダムが勝利しているしな。ただ、逆に言えばこのマーク5は、オールドタイプでもそれだけ強くなれるというのを、証明したんだと思うぜ。一般、用モビルスーツではもはや相手にならないしね。スペリオルガンダムだからこそ勝利できたんじゃないかなって思うわ。あとは度重なる戦闘による機体の不調だろうな。満足な修理も整備もできなかったと思うしな。そうだよね。って、あれそういえば、マーク5は3機作られたのよね。あと2機はどうなったの？1機は現時点では不明だが、もう1機はアクシズに忠誠を誓った村雨研究所の、ローレン、中本博士の手引きで、マーク5と共にインコムの技術やノウハウを全部、ネオジオン軍へともたらしたんだぜ。嘘？だろ。そして回収したサイコガンダムマーク2。マーク5の技術とネオジオンの技術が融合して生まれたのが、一般兵用純サイコミュ兵器搭載型超高性能量産型モビルスーツなんだぜ。ああ、なんてことをしてくれたんだ。だから平和な時代が来ないのよ。強力なマーク5を量産なんかしたら、もう手がつけられないじゃない？
ある意味技術者にとってはジオンも連邦もないんだろうな。自分の望みが叶えられるなら人がどうなろうと関係ないと。こんなん量産されたら連邦軍も英語も壊滅してしまうわ。もうネオジオン大勝利が約束された勝利のモビルスーツなのね。その結果はぜひ映像で確認してくれ。いやどう考えても勝てないわよね。これでも勝てないほど恐竜的な進化をするんだぜ。第6回いかがでしたか。マーク5はまさにオールドタイプでどこまで戦えるかって証明した実験機だよな。ニュータイプ以外無双なんてできないって思っていたら無双をしたからね。なんかほぼ短期でアルファ部隊と連邦軍を壊滅させていた気がするな。オールドタイプでも戦えると証明したのがこのマーク5なのかもしれないわね。ただ結果的にアリスに敗れているからなんとも言えないよな。あれ？じゃあ次回はこのモビルスーツ、つまりスペリオルガンダムの強化型の解説なのかな。そうだぜ。人のロマンのある種到達点とも言える強化されたスペリオルガンダムが次回解説するモビルスーツだぜ。へえ。でも画像でもう出ているけど一応普通のモビルスーツだよね。そうだな。この形態でも十分おかしいが、スペリオルガンダムはさらにあと2つ形態を残しているからな。ふったつ。では次回ガンダムセンチネル最終回、スペリオルガンダムロマン形態解説で会おうぜ。これ以上どう強化されるの。では、ゆっくり解説次回。ディープ、ストライカー。その時、歴史が動いた。